はい。皆さん、こんにちは。一ノ瀬はじめです。今日はね、ちょっとね、いろいろやってて、日曜日でもう午後になっちゃってますが、昨日、ドリキンさんとちょっと喋ってて、オフ会があったのでね、そこでちょっと喋ってて、ここの中に今、レッドの動画撮る、名前忘れちゃったな。あ、そうそうそう、コモド。コモドが入っております。で、こいつを、ドリキンさんに、使ってもらおうと思って、梱包しました。かなりみっちみちに詰めてね、なるべく小さく、ドリキンさんに送ろうと思います。でね、今日はちょっとへこんでましてね。昨日もこの動画撮ったんですけど、設定がね、今フィルミックプロで撮影してるんですが、フィルミックプロがね、ずーっと設定が、なぜか、タイムラプスになってて、もう、パソコンに取り込んだ時点でね、もう、音声も何もないし、秒でというか、瞬で終わるぐらいの長さの動画しか撮れてないんで、もうちょっと、へこんでおります。それではね、黒猫ヤマトさん呼んでるんで、これね、ドリキンさんに送りたいと思います。はい、夜ご飯の時間になりました。イエーイ。今日の晩ご飯は、母ちゃんね、今日ちょっと、なんだっけ、バレーの試合、に行ってていないので、アボカド。母ちゃんが買っといてくれた、コロッケと、僕はコロッケだけで足りないので、ウインナー、ソーセージ、どっちだろう。ハバネロチーズ。ちょっと辛そうだな、これな。ハバネロだ。これを食べていきたいと思います。はい、それではね、なんか明るすぎるかな。フライパンでウインナーは焼いていこうと思います。あんまり温度高すぎると焦げちゃうからね。長いね。で、コロッケは父さんの方で息子が今焼いております。とりあえずソーセージ焼き上がったので、ご飯といただきます。ご飯炊きたて、どれぐらい辛いか、それではいただきたいと思います。辛い、ハバネロ入ってるからね。いただきます。うん、中赤いね。あ、辛っ。そんなむちゃくちゃ、あ、どんどん来る辛さが。やばいよこれ。ご飯いる。コロッケが焼き上がったので、コロッケもいただきます。こいつとりあえずもう3本食ったけど、めっちゃ辛い。汗が止まんない。あとね、チーズがね、偏ってる。うん。息子も一口食べたけど。チーズなかった。ね。でも一口目はうまかったらしい。うん。で、どんどん辛さが来て、やばいやつだね。それでは、コロッケもいただきます。野菜なし。おはようございます。一ノ瀬はじめです。今日の朝ごはんは、お歳暮でもらった粗挽きフランク食べていきたいと思います。じゃあこれをね、トースターで焼いていきます。はい、朝ごはん完成。めちゃくちゃでかくない？この粗挽きフランク。ご飯と粗挽きフランクと母ちゃん特製、だいぶ煮詰まった味噌汁。いただきます。今ね、この粗挽きフランク食ったけど、めちゃくちゃうまい。ちょっと物足りない部分もあるので、こっちのね、粗挽きマスタードつけて食べるとさらに美味しい気がするので、この組み合わせでいきたいと思います。それではね、粗挽きフランクつけていただきます。うん、うまい。これ数減ってたけど、母ちゃん食べた？粗挽きフランク。どれ？お歳暮でもらったやつ。違う？うん。ちょっと誰だろう。カズ減ってた？うん。もう空いてたもん。あんな怖かったの？無遊病。無遊病だ。はい。お昼になりました。今日はいつもと違って、なんだろう。辛ラーメンの、ダブルスープ？なんかこんなの売ってたんで買ってみました。それでは今日はね、ちょっとこれ作っていきたいと思います。なんか、袋がいつもより多いね。ダブルスープだけあって。カヤクはいつもと一緒。色もちょっと違うかな。スープが2つ入ってます。あとはね、韓国の人はよくこの、出汁だ。
を入れるということなので、だしだをちょっとだけ入れて作っていきます。はい、あとはねこの 500cc のスープを入れて沸騰させていきます。完成しました。それではいただきます。辛そう。辛いよ、辛ラーメンだもん。それではまずは黄身を、おお、崩していただきます。ダブルスープ、果たしてどんなお味か。うん、美味しい。そんなに辛くない。うまいよ。うん、花はね。時間は経って夜になりました。今日はなんか母ちゃんが珍しく鳥買ってきたね。今日はね、なんか揚げたい衝動に駆られた。あ、揚げなければ。そろそろ揚げ物しなければ。唐揚げ？そう。あ、そう。唐揚げじわじわ。まあね、漬け込んでる時間ないから今日はなんか唐揚げの音みたいなね。あ、そう。まあ、俗に言う、まあ、手抜きっていうか、まあ、手抜きだね。まあ、つまり、手抜きだね。世の中の、え、もうこら自分で言うたやんか。まあ、ほら、世の中のね、妻たちは認めないけれども、まあ、俗に言う、手抜き。手抜きっちん。いやだ、皆さん、信じられない、この言葉。はい、母ちゃんの手抜きっちん。あ、ほら、でも、ほら、ああ、いいね、ここ。そう、いや、もう手抜きっちんっていう YouTube あるから。うっそ。手抜きっちんっていうチャンネルがある。そうなの、うん、なんもうファンになるでしょ。なんだそれ。なんだそれ、男っ子な。女の人、あ、そう、多分主婦。飛ばせられる。慣れないと思う。なんでよ。母ちゃん特製唐揚げ手抜きっちん。わあ、ちょ、いや、さっき自分で言うとったよ。美味しそう。ね、揚げたてほやほや。揚げたてのうちね。それではいただきたいと思います。ちなみにこれキュウリは息子がなんか家庭科かなんかの宿題でなんかいろんな形に切ってあります。まだまだ。お客さんのキュウリをお楽しみください。すごい食べづらい。いただきます。いろんな形。第二弾。真ん中めちゃくちゃでかいの。上顎やられそう。うん、もうね、上顎めくれてます。これね、上顎やけどを防止するにはどうやってやるかというと、こいつをこうやって乗せる。で、このままこいつを上にして食べると上顎は焼けただれることがない。痛いわ。食べ進めていったらめちゃくちゃちっちゃいキュウリが出てきた。小さすぎるだろ。てかキュウリでイチョウ切りなんかするのか。いろんな切り方をやってみましょう。だったら大根の方がよくね。まあそんなこと言ったらキュウリでやれって言ったのキュウリがね。この先生のチョイスがよくわかんない。とりあえずね、ご飯はもう食べきったんですが、唐揚げといえばね、ハイボール。いや、今から唐揚げはいるんだ。だけど、ご飯はもうお腹いっぱいだから、とりあえずね、この間、ソロキャン、先輩とね、ソログルーキャンプ、ソロだけどグループキャンプに行った時に、一応ね、何本か持ってって、この小さいチタのボトルを持ってったんですが、未開封で余ってるので、せっかくだからね、唐揚げとハイボール、王道、のこの組み合わせでいただきたいと思います。はい、それでは下、なかなかこれ画面見ながらだと注ぎづらいな。どんだけ入った？グラスじゃないからわかんない。母ちゃんがネットフリックスかなんか見てるから音声入ってるかもしれないですけど、大丈夫かな。はい、音声で見てるから。なんかネットフリックスって楽しくなくてもなんか一回見始めたから、とりあえず最後まで見ないといけないから早く見るやつってありますよね。いけないことはない。なんか、はい、ハイボール完成。僕はノーステアでいただきたいと思います。唐揚げ揚げたてとハイボール揃いました。美味しいよ。ね、今日はこれでちょっとゆっくり飲みたいと思います。明日はもう今日祝日だけど、まあ仕事はしてきたんでね、まあ明日も仕事ですが影響出ないように自宅飲みいただきます。And I start to clap, 'cause I'm feeling good. My room is empty.